どうもアロ78です。今回の動画はアジアアロワナ、熱帯魚の王様とも呼ばれるアジアアロワナに餌を与える動画です。前回はワームという虫を与えたりしていたんですが、今回もワームを与えていこうと思います。ですがワームが終わってしまいました。そしてワームの代わりに与えた餌はみんなが苦手な G です。よろしくお願いします。はい、というわけでまずうちのアロワナについての紹介なんですが、これはアジアアロワナの中でも金竜と呼ばれる金色のね、色をした種類のアロワナです。顎かっこいいっすよね、アロワナって。ヒレもね、形も自分はかっこいいと思ってるし、鱗もすごい好きなんですよ。で、自分は金竜が一番好きですね。で、ちなみにこの金竜の化石金竜という種類で、一応背中まで鱗が、光る金色になると言われる種類です。まあ、もっとね、これ安い化石金竜だったんですけど、すごい高額だと頭とかね、ゴールデンヘッドと言われる金竜とか、頭の金色に光るアロワナとかね、背中6枚目って言うんですけど、そこも全部光るアロワナとかもいます。こちらはね、安物なので、まあ、5枚目、背中がちょっとねチラチラ光ってるかな程度です。さて、いつもの餌ワームを与えていこうと思います。はい、てなわけでね、可愛いアロワナちゃんのね餌ワームをちょっと拾おうかな。さてと、ワーム1匹、あれ2匹目、あれワームもういないんだけど、あれ終わっちまったワーム、2匹しかいないの今日、2匹しかいないんだけど、ちょっととりあえずこれあげるか、ワームアロワナに。それでは最後のワーム2匹を与えていこうと思います。いや、ちょっと2匹しかいないのはね、この間この子に70匹くらい食べさせたんですけど、いやそんくらい胃袋でかいんで、2匹とかもおやつにもなんないでしょぐらいだね。でしかも落とした穴からワーム落ちたんですけど、流れてますね。気づいてないですね、全く。絶対気づくっしょ、そのうち気づくっしょ。あ、気づいた、ゲッバクン、オッケー、食べましたね。ちょっとこのハレーション起こしてて、ちょっと画像見づらいっすね。ちょっと水中蛍光灯のライトちょっと今度切ろうかな、見にくいですね。でカメラワークも悪いです。またワームが流れてった、食べた、いい感じで食べましたね。もっとよこせと、これ完全にもっとよこせ状態ですね。人でもちょっとなんだろう、少しなんかハンバーガーとか食べると逆にお腹減っちゃって、もっと食いたい状態になるの分かります。あとお酒飲んでてちょっとつまみ食べたら歯止めが効かなくなっちゃって、めっちゃお腹いっぱいまで食べたくなっちゃう現象、あれ現象になってるかもしれない。もうめちゃめちゃ生きり狂ってますね。もうよこせよこせと、ワームよこせよこせってなってるんですけど、ワームが終わっちゃったんですよね、申し訳ないことに。でどうしようかな、どうしようかなって、いやでも絶対この子まだお腹減ってるしな、この化石にまだお腹減ってるしなってことで、あるな、はい、ついに封印していた例の物を出したいと。もうずっとね、もう何年も前から、実はね、ずっといたんですよ、何年も前から。で、勝手に繁殖してる子たちがこの中にいるんですけど、はい、出ました。このプラケースの中に入ってるのは、何でしょう、カサカサいうやつですね、相当カサカサいうやつですね。俺、ちなみにこの中に入ってる生き物、相当苦手なんですよ、相当苦手なんですけど、ちょっとね、この卵の殻のケースをめぐってみますか。うわー、出た、カブトムシのメスじゃないですよ、これゴキブリです。出ました、うわ出た、ゴキブリめっちゃいっぱいいるやんけ。俺ね、ワームは大丈夫なんですよ。ワームも最初は本当無理だったんだけど、別にもう手で捕まえられなかった。ゴキブリはね、もう本当にめっちゃ怖くないですか。これもうめっちゃカサカサってるんですよ、ちなみに。うわー、もう見てください、この黒光り、無理黒光りしてます。もう無理、絶対触れない、触れませんっていう感じで、本当に、いやもう本当にこれちっちゃいやつだったらダンゴムシみたいでいいんだけど、でかいのが本当めちゃくちゃ怖いですね。で、これもう手袋して持つのも嫌だから、箸でなんとかつまんで、そ
それをアロワナに食べさせる感じです。で、もう勝手に増えていくんですよ、この子たち。みんなはゴキブリ大丈夫ですか？ツイッターとか見てると、アクアリウムとか爬虫類やってる人、みんなゴキブリ素手で触れますよって人めっちゃいるんですけど、俺ね、ほんとゴキブリ無理なんですよ。あるかな、ほんとゴキブリ無理で。とりあえず、今ね、映ってないけど食べましたね。ちょカメラワーク下手くそかっていう。もう一回ちょっと、しかもね、やってる最中にそう、カメラワークなんとなかったゴキブリ1個ね、裏に1匹、もう1匹くっついて落っこっちゃったんですよね。ゴキブリ落ちたらもうやばくないですか？ゴキブリ落ちて、部屋に歩き回ってるって考えただけで、ちょっと想像したらやばくないですか、それだけで。めっちゃやばいですよね。で、今アロワナゴキブリを探してるところです。行った、加速した。今食べたの？あ、まだ浮かんでるね。あの後ろに点ってなってるの。そうだね、アロワナ結構気づかないんですよね。あとアクリル面に反射したゴキブリとか追ってる。カメラワークちょっと揺れてすみません。ちょっともしカメラワーク揺れて本当すみません。さあ、このゴキブリを食べた。いい感じですねいい感じなのか分かんないけど食べましたね。とりあえずとりあえず食べましたね。はい、ってな感じでもう一匹いきますか。で、このさ、はい、捕まえましたね。無事にホールドしました。箸でホールドしました。はい、見てます、見てます。ゴキブリ見てます。食べます。やっぱね、アロワナはね、虫好きだと思うんですよね、非常に。見ますかちょっとすいポツン落ちました。はい、パクン、はい、行きました。食べたね。で、ゴキブリ食べると、このね、ゴキブリのね、体の一部が飛び散るんですよね、水槽内に。はい、さておき、もう一匹食わせるかという感じで、ゴキブリね、ほんと、ちっちゃいのはもしかしたら、ゴアンゴムシサイズのツテで俺持てるかもしれないんですけど、もう本当にカブトムシのメスぐらい黒光りしてる個体とかいたり、あとね、オスが普通にもう本当にね、羽のあるゴキブリなんですけど、めちゃくちゃ怖いです。ちなみにで、ちなみにこれは日本のゴキブリではなく、アルゼンチンのゴキブリなんですけど、ティビアって呼ばれてるゴキブリですね。確かアルゼンチンのゴキブリだった気がします。で、繁殖力はめっちゃ高いです、本当に。はい、ゴキブリ捕まえました。ところね、これメスなんですけど、オスが跳ね合って、日本のゴキブリと一緒めっちゃ怖い。あー、行ったか。あ、行かないね。おお、行った。オッケー、食べましたね。で、ゴキブリにまつわる思い出知ってもいいですか？俺高校生の頃、夜中のトイレ行きたいなって思って起きたんですよ。で、電気ついてないから暗いじゃん、夜中だし。で、まあ、暗いの中を歩いてると、なんかなと思って電気つけたら、下にゴキブリも止まって、もう触覚ウィンウィン動かしてもういるんで、もうその瞬間汗バッて吹き出て、怖ってなって、とりあえず捕まえなきゃと、ガムテープで捕まえようとしたんだけど、そのゴキブリが前に通るあたりをガムテープくるくるくるって丸めてポッと置いて、そこにゴキブリ乗んないかなと思ってやって、それを格闘でもう10分ぐらいしたんだけど、もうね、気づいたらもう汗びっしょだったっていうぐらい、もうそんくらいゴキブリ怖いですね。あとは本当怖かったんですけど、もうめっちゃもう調布、まあ、ダトニオが加えたけど、まずいって言って吐いたね、今。まずいぜって言って吐いた、ね。さあ、ゴキブリが浮かんでます。あとは、夜、電気ついてない時に、トイレ行きたいなと思って起きた時があったんですよ。ゴキブリめっちゃ泳いでるやん。泳いでますね、ゴキブリ。で、おー、行ったー、アロワナ行きました、捕食完了。夜、トイレ行って真っ暗だったんで、普通に廊下歩いてた。そしたら、ペチって音が、足の裏でペチって音が聞こえて、なんだろうなと思って電気つけたら、ゴキブリを踏んでた。生足で素足に踏んでしまった。もうあの時も震えに震えて、もう本当に気絶して腰を抜かすかと思ったぐらいでしたね。はい、というわけで、そんな感じでゴキブリ自分超苦手なんですけど、アロワナのために飼ってました、ずっと何年も前から。最近はね、すごい繁殖させ、うわ怖い、見た今の、超怖くないですかこのゴキブリって。超怖くない、本当にこのゴキブリ。まだこれ、まあ、カブトムシのメスだよって言えばなんとか自分に、いや無理だな、やっぱり素手で持つのはちょっと無理っすね。でオスがね、なんせ怖いっすね、一番。てなわけで、ゴキブリこれからもね、ちょっとまあアロワナを太らせるためにゴキブリをなんとか与えていこうと思うんですけど、まあこのチャンネル見てる方ね、熱帯魚やってたり爬虫類やってたりする方多いと思うんですけど、皆さんゴキブリ触れますか、どうですか。というわけで、最後に1匹与えるのかな、ゴキブリ。与えなかったですね、ちょっともう多分もう気持ちが泣いちゃって、もうちょっと今日は無理だなって、撮影これで多分アロワナストップしちゃったんですけど、まあ今後アロワナのためにまたゴキブリに慣れていこうかなって思いますけど、ちょっとゴキブリのね動画も
もう1年くらい前から友達がゴキブリの動画早く出して早く出してってずっと言ってたんで、まあ怖いもの見たさみたいな感じになっちゃうと思うんですけど、まあね、あのまたもしアロワナの捕食動画興味ある方いれば見ていただければと思いますのでよろしくお願いします。やっぱりアロワナが一番かっこいいですね、熱帯魚の中で。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。今後もね、ちょっとまあいろいろ餌を与えてアロワナ太らせるように頑張ります。それではご視聴ありがとうございました。もしよければグッドボタンとチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。それからコメントも待ってます。コメント全部返せるように頑張ってます。それではアロワナの話でした。また次回の動画でごきげんよう。